NRC 代表の鎌田昌司と申します。本日は、大勢の皆様にお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。心より感謝を申し上げます。昨シーズンは、J2 ライセンスの取得とリーグ戦の優勝を目標に、してきました。9月の28日に J2 ライセンスは取得できましたが、優勝という目標は達成できませんでした。今シーズンは隣におります倉田新監督のもと、クラブのスローカーリーグ戦の優勝に向けて全力で戦い、 J2 昇格を果たしたいと思っております。また会社としてホームタウンとともにという経営方針を定め、地域との深い交流を通してともに発展ができるクラブ作りを進めたいと考えております。ぜひ藤枝前吉に期待と注目をしていただきたいと思います。よろしくお願いをいたしまして、私の挨拶にさせていただきます。今シーズンよろしくお願いをいたします。館長と務めます倉田です。今日はありがとうございます。今の気持ちが就任したときにコメントさせていただいた気持ちと変わりありません。J2 昇格に向けて一試合一試合全力で戦っていくタウンです。志田灰原地域の皆さんに一人でも多くの方に応援していただけるチームを作りたいと考えております。プレイヤーにはチームの目標達成に向けて強い決意、モチベーション、自信を持ち続けて1年間戦ってもらいたいというふうに考えています。昇格するためにはいいゲームを作ることはもちろんですけども、いいチームを作らなければいけません。チーム作り、ゲーム作りを通して自分選手たちには自分自身を大きく成長していってもらいたいというふうに考えています。以上です。こんにちは。栃木 SC から来ました岩間優です。背番号5番ミッドフィルダーです。もう今シーズンは J3 優勝、そして昇格、それしか考えていません。しっかりと試合に出て、結果を残せるようにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。アビスパ福岡から来ました背番号7、鈴木純です。藤枝前 FC に関わるたくさんの人が笑顔になるために自分ができることを精一杯と思います。よろしくお願いします。こんにちは。徳島ボルティスから来ました背番号10番の石谷裕樹です。徳島、名古屋と J2 から J1 に昇格したチームにいることができたので、そういった経験を生かしてこのチームを J2 に昇格できるように精一杯頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。YCC 横浜から来た背番号11番小窓宮本拓也です。チームの出してる J2 昇格とリーグ戦優勝に向けて僕は実験という形で貢献していきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。LINE メール青森から来ました背番号13の青森健太です。今年は自分の得意なドリブルを生かして得点ゴールを取って J3 優勝を導きたいと思います。よろしくお願いします。背番号21の修羅場ヘルスのゴールキーパーです。よろしくお願いします。チームメイトと G から合わせて J2 で行けるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは。今年もユナイテッド FC から来ました枝本優秀です。J2 昇格に向けて精一杯頑張ります。よろしくお願いします。こん
皆さんこんにちは。松本山雅 FC から来ました森本大輝です。J2 昇格に向けて、自分もしっかり成長し、チームの力になれるよう貢献していきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。背番号31番の大杉聡です。品川新市横浜から来ました。自分は、アマチュア上がりで、まあ一日も早く試合に出て活躍してチームに貢献できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。ゴールキーパー背番号40番の奈良瀬馬です。自分は1年間無所属で、この藤枝前吉に拾ってもらっただけなので、そのチームの目標である J2 昇格と J3 優勝に少しでも早く貢献できるようにより多くの試合に出れるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では最後に本日はまだ合流前となりますが、同じく新谷選手の箱前谷選手のビデオメッセージを報告いたします。東京ベルディから期限付きで加入しました。背番号29番ディフェンダーの箱前谷です。自分の持っているもの全てを出してチームの J2 昇格に貢献できるように全力を尽くします。応援よろしくお願いします。自分のストレングポイントはやっぱり守備のところだと思いますし、ボール出しだったり、的確なポジションを取って相手の攻撃の目を摘むところだと思うので、そこをしっかりと、チームになるべく、失点ゼロで終われるような試合を続けられるように貢献していきたいなと。はい、僕は中盤をやっていて左利きなんですけど、左足のキックには自信を持っているので、自分のキックを生かして、得点を生み出したり、その得点のためにセットプレーのいいキックをチームメイトに供給して、得点を生み出して、それがチームの勝利につながればいいかなと思います。僕は攻撃の人間なのでゴールを取るところがやっぱり一番見てもらいたい部分でありますが、守備の部分でも守備に入るからスイッチにを入れるプレッシングだったり、そういう部分もスロングポイントとしているので、そういうのも見てもらいたいです。自分のストロングポイントは、両足のシュートだと思っているので、チャンスを逃さずに決めきることと、ミドルシュートでもリバウンドチャンスも、そういったチャンスを本当にチーム厳しい時も一発してもらえるようにしたいと思います。ドリブルを打ってもらいたいです。自分のストロングポイントはシュートとセットプレーのハイボールです。自分の特徴はゴールにつながるプレーなので、そこで見てもらいたいです。自分の特徴は守備の時の2人の強さです。あと、守備範囲を広く守ることが、自分のストロングポイントです。あと、攻撃チームを攻撃している時に後ろからしっかりと安心して攻撃できるように進めていきたいと思います。自分の特徴は反応の速さがありましたら守備のストロングだと思います。チームが苦しい時に必ずシュートをたくさん打たれる場面があると思うんですけども、自分がしっかり止めてチームに貢献できればいいかなと思います。自分の特徴は、守備面のところでは、シュートストップのところと、攻撃面のところでは、左足のキックも、ストロングポイントとしているので、チームのボールのつなぎにそういうところでも関わっていければなというふうに思っています。オファーをいただいて、やっぱり本当に今年、J2 に昇格するっていう、熱意だったり気持ちっていうのをすごいチームから感じ取れたので、お世話になっていました。僕も岩間選手とほとんど同じなんですけど、ここでプレーすることが自分の成長につながると思うし、自分自身が楽しくサッカーできて、たくさんの人を笑顔にできるんじゃないかなっていう期待を持ったので、ここでプレーすることになりました。僕は岐阜にいた時に倉田さんの指導を受けていたので、今回また
オファーをいただき、全国の地で解説を行いました。僕を、さっき言った話で岩本さんが人生と違うんですけど、本当に本当にこっちの人生を許してもらっていることです。僕も一応人生を許したいという気持ちだったので、無事に行きました。そうですね。自分はチームメイトと、カズマンとと、まあ、チームメイトとサポーターの皆さんと一緒に優勝を目指して参加するのを楽しんできました。僕は世界の人たちがいるという監督の経験するのを持っているときに選挙部員に使われる合戦を知りたいと思っているときに私はそれを知りこの人は発散ですが実際は希望を持っているときに私は一番変わりました。長い間静岡で過ごしてきたので、ここからまた J2 を目指せるということで、来ました。倉田監督に直接お話しさせていただいて、本気で J2 を目指しているということを、僕も一緒に出したいと思います。僕は練習監督していただいて、このクラブのことを書いていただきました。まあ、J2 昇格っていうのはもちろんなんですけれども、僕自身は静岡県出身ということで、地元の、ためにサッカー選手として少しでも関われることがないか、貢献できることがないかと思って、そういうところから来ました。自分は大学を卒業してから1年間無所属という形で、まあ、そういう状況の、まあ、自分に、まあ、話をいただけたということで、まあ、このフィエルマイチチームの力に少しでもなりたいなと思いまして、普段は多分あんまり喋れない方で結構静かなんですけど、多分仲良くなれば結構喋ると思います。普段は、まあ、家で休みの日とかは家でゆっくりすることが多いので、まあ、映画見たりとかのんびりするのがすごいです。僕魚が好きなんで、静岡魚が美味しいと聞いてるので、僕の SNS とかに美味しいご飯屋さんを送ってくれたら、そこをちょっと散策してみたいなと思います。僕は子供が2人いるんで、家でずっと遊んでいいパパをしてます僕は、あだ名がクマなので、クマって呼んでいただけたらお願いします。このチーム、僕はまだ21歳なんですけど、このチームの中いい先輩がいっぱいいるって聞いたので、この先輩たちにご飯いっぱい食べてもらえるのでお願いします。私と三藤、村崎、村崎、山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 崎、結婚してないし、子供いないので、まあ、探し中です僕は、福屋にいろいろ行くのが好きなので、街で行ってあげたら、やっぱり大掛けしてくれると嬉しいです。僕は、まあ、一概ですごい真面目な性格なんですけど、特技はオーストラリアに1年間学ばれたので、まあ、英語は喋れますので、お願いします。自分は最初はちょっと人見知りなんですけど、3ヶ月すれば、ワイワイやれそうと思うので、まあ、そういうのです。趣味は、まあ、音楽が好きなんで、まあ、楽器弾くのもすごいし、カラオケとか音楽聴くのも好きです。